シンティック 27QHD を使ってます。もともと板型のペンタブレットをずっと使ってたんですけど、プロのイラストレーターさんも液晶タブレットを導入していたので、将来的に長く使うのであれば自分も使ってみようかなと思って購入したのがきっかけです。手元で描いてるっていう感覚があるので、線画とかが劇的に描きやすくなりましたね。学生時代からずっとお世話になってる製品なので、これからもずっと一緒に制作していく製品なんだなと思います。作品全体を通してあんまり描き込みすぎない絵っていうのを目指していて、例えば画面の端とかあんまり見せなくてもいい部分は線を描かなかったりぼかしたりしてバランスをとってます。絵画的なタッチを使って、可愛い女の子も描けるっていう両立したイラストを作りたいなと思っていて、あとは書き込みが少ないけど完成度が高く見える絵っていうのを試行錯誤しながら仕上げたイラストです。自分の絵柄に自信を持つっていうのが一番大事だと思ってて、自分の中で満足いくクオリティじゃなかった時に、じゃあ人に見せるのをやめようって思うんじゃなくて、必ずどこかに引っかかるっていうのはあると思うので、あまりこう評価とか恐れず、SNS に積極的にアップしていくのはすごく大切だと思います。時代に合わせて自分のイラストを変化させていきたいなっていうのはあるんですけど、流行に左右されすぎない自分の絵柄を確立するのが今後の目標です。そんな中でも漫画雑誌からお声掛けをいただいて、今度新連載を始めさせていただくことになって、モノクロでどれだけ自分の表現が広げられるかチャレンジしていきたいなと思っています。